ことは、上めっちゃ取られる。なになになに？皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月2日、木曜日の午後4時55分です。今日は大きなニュースは特にありませんが、せっかくですので一つだけ、季節の話題でも。あ、そういう感じのあるんや。今朝散歩してたら桜の花びらが舞ってきて、とっても綺麗でしたよ。皆さんもつかの間の桜の季節を満喫してくださいね。そうだ。ん？なんなんあれ、アイスティー飲みよ。おしゃれやね。DIY レシピのアプリをお持ちの方にお花見セットのレシピをお送りしました。お花見セット。お弁当を手作りしてお花見なんかもお楽しみください。いいね、いいね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。あ、早速なんか向こうの方に卵がなっとった。あ、なんか花増えとる。花増えとる。なるほどね。やったね。あ、で、これジョニーから、なってポケットにしまう。で、たぬきマイレージプログラム。灯台やね、灯台。よっしゃ、置いていかねば。やったね、花が増えていきよりやん。ラッキー。あ、てか、ぴったりやったんや。空いとる数。フラダンス人形。フラダンス人形？なんだい、それは。そして、灯台。ちょ、私、灯台設置してくるわ。あ、ローラン、ちょっと待って、後から。びっくりした。何してるの？ドーナツ食べよる。じゃあ、あの、今からそこに灯台を置くので、ちょっと、海を眺めてるみたいだけれども。で、この、飾ると置くってさ、何が違うん？え、置けないの？ここ。置けるやん。置けるやん。あ、おった。ローランや。どうもどうも、私ローランと申すですが、待って、お金がない。よ。来たよ、来たよ。どうもどうも、床にシクラブ買うですか？不思議な壁紙、床もあるです。どうしよっかな、ちょっと壁紙。不思議な壁紙、3000ベルですが、それでいいか？買うです。では、代金いただくです。どんなんかな、楽しみ。やっぱりまた今回もローランからしか、買えんやつとかもあるんじゃないんかな。きっとローランが待ち遠しくなるです。あんたこれ使うと、そわそわ。待って、使うわ。雲の上の壁？どんな感じ？え、すごくない？動きよんやけど。え、めっちゃ動きよんやけど。なんかすごくない？やば。ほら、雲が流れよるよ、めっちゃ。すごー。すごいけど、まあ、この部屋にはちょっと違うかな。おお、なんだなんだ。ああ、一個消えた、卵。うちが知ってるリアクション、あんたに伝授してやるよ。どんなのがいいかね。ダメだ、全然思いつかないや。ごめんよ。ん？あれ、今のペコリってあってリアクション、まだあんたに教えてないっけ？だっけね。ないパターンがあるんかと思った。ペコリなリアクション教えてもらった。よろしくです。かわいい。よし、じゃあ作っていきますか。DIY で作ります。とりあえず、このイースターのテーブルを作って、椅子がないね、椅子が。多分椅子もあるはず。服全部揃うんじゃない？これ、今回で。はい、葉っぱの卵の殻作って、イエーイ。そして、服も作って、いいね。服をさ、トンカチでどうやって作るよんか知らんけど。はい、そして、葉っぱの卵の靴。あ、待って。物がいっぱいらしい。葉っぱの卵の靴、作ります。おー、葉っぱの卵の靴ができた。よし。じゃあ、これで今ある、卵系のレシピは全部作れたはず。ことで、葉っぱの卵の殻。あ、かわいい。え、これでも十分かわいい。で、葉っぱの卵の服。おー。葉っぱの卵の靴。こんな感じ。卵の妖精って感じになったわ。でもなんかこの、何？靴？まあ、服は、とにかく、頭の殻の部分と靴は全然なんか使い回しできそうな感じよね。他の
他のコーディネートに。よきよき。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。でさ、なんかたぬきち、前になんか話があるみたいなこと言わなかったっけ？ちょっとそれを聞きに行こうと。よいしょー。お、たぬきちがちゃんと仕事しよる。なんか不思議な感じ。錆びたパーツ？まあ、ゴミみたいなものがいっぱいあるわけやね。よし。やあ、たぬきち、ちょ。ふざけた格好しとるけど。私。アイナさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だろも？何をすればいい？お、それじゃあプロジェクト経営の最後の大仕事について説明させてもらうだもん。島の中と外、両方からの評判を集められるようになった今、やるべきことはとにもかくにも評判アップなんだもん。島の評判は静江さんに取りまとめてもらってるから、最新の情報は彼女に聞いてみてね。具体的な評判アップのためのアドバイスも、静江さんの方が的確だと思うけど。簡単に言うと、移住者を増やしつつ、島の景観を整えて、アイラ島を最高に魅力的な場所にするんだもん。インフラ整備はもちろん、植物や家具で島の景観をいい感じに整えていこうね。それじゃ、よろしくだなもん。うんうん。じゃあ、ちょ、静江さんに、島の、聞いていきましょうか、評判を。ようこそ、アイナさん。改めまして、私は静江と申します。今後ともよろしくお願いいたしますね。こちらのカウンターでは主に、住民の方や島での暮らし全般に関わることの相談をお受けしております。詳しくはまた、それぞれの相談の折にご説明させていただきますので、ご安心くださいね。静江さんのさ、なんか机の横にかかっとるのお弁当かな。ということで、せっかくいらしたついでに何か相談していかれますか？相談します。はい、お任せください。それでは、本日はどのようなご相談でしょうか？島の評判について。まあ、早速島の評判のことを気にかけてくださり、ありがとうございます。ではまず、島の評判のシステムについてご説明しておきますね。アイラ島の評判は、島の内外の方の声を無作為に集めたもので、5段階の評価となっています。確かね、トタケキが来るようになるのが、星かどうかわからんけど、3段階まで上がったら、なんか来てくれるんじゃなかったかな？評判を高めるためには、発展度、自然、魅力の3つのバランスが重要になります。住民の数や施設、インフラの充実度、程よく手入れされた自然環境に美しく飾られた景観。そういった環境が整うと、おのずと評判も上がるはずですよ。ちなみに今の時点での評判は、一つ星です。うわ、全然。まだまだ今後の成長に期待されている状況です。具体的に寄せられたご感想の例を読み上げますと、人と幽霊が少ないのが魅力です。肝っ玉の小さい私がありのままでいられる唯一の場所です。幽霊？まあ、人は私しかおらんけど。幽霊？とのことです。この方はある意味喜んでおられますが、住民が少なかったり話題性がないと評判が得られないんですよね。何よりこちらの届く感想もこの方からばかりなんです。え、マジでどんだけ送りよん、その人誰？この方には申し訳ないですが、評判を上げるためには、まず住民を増やして、もっと声を集めるのがいいと思います。住民を増やすには、この島のどこかに売り土地を設けて、移住してくれる方を募集する必要があります。売り土地の確保を希望される場合は、たぬきちさんのカウンターで、インフラ整備についてご相談くださいね。以上になります。また島の評判を気になりたいときは、お気軽にお尋ねくださいね。ちなみに、他にも何かご相談ございますか？いや、大丈夫です。わかりました。また何かございましたら、お気軽にご相談くださいね。了解。アイナさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だのも？インフラ整備の相談。インフラ整備の相談だもんね。今ならこういう相談乗れるけど、具体的には何をご希望だのも？土地を売り出す。新しい住宅用の売り土地を探してきてくれるんだもんね。手数料で、高くね。高くね、ちょっとびっくりしたんやけど。1万ベル？いや、ちょっとまたにします。了解だなも、島に売り立ちが一つもない時には新しい移住者の募集もストップするから、また時間がある時にでも売り立ち探しに協力しちょうだいね。そういう感じなんや。ちなみに他にも何かご相談あるだなも？じゃあ橋とかは？これも先払い？全部先払いなんかな？ちょっと待って、橋や坂の相談。
お、橋や坂に興味があるのかな？新しくなったエナと案内所では、移住プランのオプションコースとして、追加の橋や坂の設置を受け付けているだろう。これは、数の制限はあるのかな？大掛かりな工事が必要で、費用も高額だけど、島のみんなの寄付で支払ってもらえるから、待ち合わせがなくても安心して相談してね。あ、これはやっぱり、埴輪の募金のやつ？まあ、寄付のやつなんや。今回も。ただし、一度に進められる工事は、橋も坂も合わせて一件だけだから、相談は計画的にお願いするだろも。それじゃあ早速だけど、橋や坂についての相談をするだろも。あ、じゃあ橋を架けたい。お、新しい橋が欲しいのかな。橋が架かれば、川を挟んだ土地の行き来がとっても楽になるだろも。じゃあ、カタログから好きな橋を選んでね。まあ、橋はね、統一したいなとは思うよね。全体的に。レンガの橋。今かけとるのどれ？今あれか。え、今丸太？かな。え、私、レンガの橋がいい。レンガの橋がいい。え、でもなんかな、全体的な雰囲気を見たらどんな感じなんやろ。吊り橋。石。木製。レンガ。なんか、橋だけを見たらこのレンガの橋が私は、余裕でいいんやけど。いいんやけど。ただ全体の雰囲気を見たときに、吊り橋。石の橋かな？石の橋にする。石の橋だね。じゃあこの橋の設置工事を進めても大丈夫かな？お願いします。はいはい。じゃあ橋を作りたい場所をあやなさん自身で選んできてほしいんだろも。場所を確保するための橋予定セットをポケットに入れておいたから、好きなところにセットしてきてね。橋が架けられそうな川岸で使えば、どんな感じに橋が作られるか、イメージが膨らむと思うだろも。うんうん。了解です。じゃあこの橋と坂があったら、まあ、橋ごと、棒がいらんくなるわけやね。びっくりした。誰かと思ったよ。じゃあちょっとこの辺に橋が欲しい。どう？石の橋の場所ここにしようかな。想像してみる。はい、じゃあここにする。オッケー。おー、埴輪くんや。橋を架ける場所を決めた。新しい土地への架け橋だ。久々の、お、なんだスマホが鳴っている。もしもし、あゆなさん？たぬきすらも。石の橋を建てるのに良さそうな場所は見つかったかな。いいとこあったよ。ばっちり見つけたよ。おお、それは良かっただなも。それで工事のための募金のことだけど、キッドと一緒に設置してくれた埴輪くんが担当してくれるだも。島のみんなにちょっとずつ設置費用を募金してもらって、目標額に達したら工事を始めるだなも。設置してもらったってことは埴輪くんは生きてはいないのか。もちろん、アイラさん自身がガッツリ寄付してくれてもいいからね。そうしないとなかなか集まらないし、多分私がほぼ全額行くと思う。ともかく設置費用を寄付するときは、埴輪くんまでよろしくだなも。それじゃあね。了解です。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月3日、金曜日の午後5時0分です。0分言わんでよかったかな。今日は特にお知らせはありません。それにしても今週もあっという間に過ぎた気がします。皆さんも一週間お疲れ様でした。良い週末をお過ごしくださいね。かわいい。あ、そっかそっか、こんな格好になっとったな、そういえば。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんだなんだ？あ、私なんか買ったんやったっけね。タヌキマイレージプログラム。よし。何買ったんやったっけ？どれだ、これか。外に置くものやった。あ、電話ボックス。なるほど。ってことはちょっと、あ、なんかそういえば、しずえさんからお花見キットみたいなやつのレシピをもらったけど、なんかこの桜の花びら捕まえれるらしい。ほら、桜の花びら綺麗だな。潰さないようにそっと触ろう。なんかこれが DIY するのに必要っぽい。これによってまた何かしら思いつくかと思ったけど、そんなこともないんか。どうしよっかな。この辺とかにしとこっかな。あれよね、やっぱり広場には置けんのよね。ほら、広場に物置けんのちょっとやめてほしいことない。だって絶対この辺に噴水を置くのが一番いいやん。どうなんって感じよね。じゃあここに電話ボックスを置きます。
よいしょ、よいしょ。なんか釣り始めた。こんな感じで。ん、奥行きすぎたかな。こんなもんか。あ、まあ、こんなもんか。かわいい。電話ボックス使える？違う、押すんじゃない。押すんじゃない。使えんのか。住人は使えたりとかするんかな。さっきなんか誰かおったよね。あ、なるほどね。君か。あ、アイラちゃん。ちょっと聞いて。あたい、イースターの冠のレシピを見つけちゃったんだよ。お、マジで嬉しい。このラッキーでハッピーな気持ちをアイラちゃんにもお裾分けしてあげるね。冠？ってことは今のこの卵の殻じゃないやつもあるってことなんや、パターン。はい、これレシピのメモだよ。あは。っていうか、アイラちゃんっての持ち物がいっぱいじゃん。このレシピが欲しかったら荷物を減らしてまた声かけてよ。あは。あ、よかった。一応くれるんやね、それも。よかった。ちゃんと後からくれるんや。渡してよかった。イースター楽しもうね。あは。で、そのレシピは早速覚えて。ふんふん。イースターの冠レシピを覚えた。さあ、これでまた空きが一つ、できたはず。まだやった。は。空や、空。じゃ、こっちの方に。びっくりした。君は、ジャスティン。ウェイウェイ、初めて見る顔じゃん。どうも、俺ジャスティン。チャラ。イケてる魚との出会いを求めて、島から島へと飛び降りてる、イケメン魚コレクターだぜ。え、自分で言うなし。あはは、今の笑うところなんだけど、君クールだね。まあまあ、魚を集めてるってのはマジだから、そんなに引かないでくれよ。なるほど、レックスと同じような感じってことか。俺さ、釣り上手な人たちにお願いして、状態のいい魚を売ってもらってるんだ。釣りの腕前チェックに合格したら、君の魚も高く買い取らせてもらうから、ぜひチャレンジしてくれ。あと、コレクター向けに作ってるオリジナルグッズとかもあるからさ、興味あったら声かけてよ。ほう。まあ、とりあえず今は。そっかそっか、俺明日の午前5時ぐらいまでいるし、まあ、気が変わったら声かけてよ。結構長居するんすね。よし、これで。ふぅ。やったー、これでイースターの冠。はい、できたー、イースターの冠ができた。ってことでこれをかぶろ。イースターの冠。あ、めっちゃかわいい。いいね、いいね。よきやね、よきやね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、ジャスティンの話をちょっともっと詳しく聞いていこうかなと、おったおった。よ。ウェイウェイ！どういう調子は？釣りの腕前チェックに合格したら、君の魚もタコ買い取らせてもらうから、ぜひチャレンジしてくれ。あと、コレクター向けに作ってるオリジナルグッズとかもあるからさ、興味あったら声かけてよ。腕前チェックって？腕前チェックはね、釣りの実力をスマートに確かめるために俺が開発したシステムさ。内容は日によって違うけど、基本的には狙った魚を確実に釣れるかどうか確かめさせてもらってるよ。課題みたいなのが与えられるってこと？ちなみに今日は、ナンヨウハギくらいに小さい魚を3匹連続で釣ってくれたら合格だぜ。くらい？え、じゃあ、サイズが同じくらいやったら何でもいいんかな。チェックに合格した釣り上手な人からは、リスペクト価格で高めに魚を買い取らせてもらうよ。どう？腕前チェックにチャレンジして、君の実力を見せつけてみない？じゃあ、挑戦します。お、ありがとう。じゃあ、早速、腕前チェックを始めるね。今日のお題は小さい魚。ナンヨウハギみたいなサイズを3匹連続で釣ってちょうだい。あ、ザリガニとかカエルでも、まあ小さかったら、特別 OK ね。あ、ちなみに、途中で違うサイズの魚を釣ったら、連続にならないから気をつけてね。厳しい。あ、でもまあ、魚影があるけん、あれか。もちろん魚に逃げられても失敗だね。じゃあよろしくな。なるほど。あれはでかい。一番小さいサイズかな？ナンヨウハギサイズとは。これはまだ中くらい。なんかさっきさ、プレゼントが飛んできとりそうな音が聞こえたんやけど、気のせいかしら。あ。あ、やっぱり生きてると思ったんだ。別に川の魚でもいいってことよね。ちょっと待って、影のとこと全然違った。へい。卵。
あれ小さいサイズやけど。こちらには来てくれそうにないな。向こう側に渡った方がいいか？は。よし。ちょっと、そっち向かって行かないでくれる。ほら、こっちこっち。お、来い来い来い。お、はい、来たー。これ小さいサイズ？土壌を釣り上げた。あら、エッサッサー。小さい魚連続釣り。まずは1回成功だ。この調子で3回連続を目指そう。あ、ちゃんとそういうの言ってくれるんや。よかった。じゃあこれ小さいサイズで OK ってことやね。これ絶対こんわ。だって近くに落としてもさ、こっちを向いたりとかせんやん、なんか。気づけ。あ、くる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 。よし。かかったかかった。よし、よかった。これで2匹目やね。小さい魚連続釣り2回成功。この調子で3回連続を目指そう。ってことで、あと1匹。こっちこっち。おいで、こっちを向いて。あ、くる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 。おし、来い。来い。あ。はい、来た。え、どうどうどう？ん？これは。船を釣り上げた。船っこ、船っこ。あ、よかった。小さかった。腕前チェック合格。ジャスティンに知らせよう。じゃ、とりあえずまず、普通に売ったらどれぐらいの金額で売れるのか。やっほー。ってことで、この3匹を普通に売ると、はい、買い取りで。この、土壌船、土壌、いくらでしょう。金額は ?960 ベル。あ、でも結構いくね、3匹で。え、じゃあこれ以上いくんや。どうも。ウェイウェイ、どうよ、調子は。あれ？君、もう小さい魚を3匹連続で釣ったんじゃない？うん、間違いない。なぜ連続ってわかるんだ。ってことは、上めっちゃ取られる。うん、なになになに？ウェイ、腕前チェック合格。動きにすごいびっくりしたんやけど。早速だけど、何か魚を買い取ろうか。君の魚なら何でも、プレミアム価格で買い取らせてもらうよ。お願いします。オッケー、じゃあ売りたい魚を見せて。はい、まとめて。どう？1000ベルは超えるってことやろ？あ、1匹じゃないんだね。全部まとめて。おー、結構アップした。めっちゃいいやん。1440ベルでどう？売ります。この3匹で、めっちゃ嬉しい。ありがとう。なんか蜂みたいな色やね。服装。サンキュー、また利用してね。ねえ、オリジナルグッズってどんな感じ？君の魚だったら全部リスペクト価格で買い取れたから、じゃんじゃん売ってちょうだい。これはなんかその時その時でってことかな？そのなんか腕前チェック。それとも今後ずっとリスペクト価格？そういうわけじゃないんかな？オリジナルグッズについて。お、興味ある？オリジナルグッズを申し込むとね、お気に入りの魚で超リアルな模型作品を作ることができるんだ。あ、やっぱそうなんや。制作は友達のアーティストに頼むから、模型のクオリティは間違いないぜ。誰？友達のアーティスト。普段は虫とかの地味な模型を作ってるやつなんだけど、まあ腕は確かだから安心して。結局レックスが作るってこと？同じ魚を3匹持ってきてくれたら、無料で申し込みできるから、ぜひ利用してみてね。ふん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 。なるほど。え、やめるの？そっか、また気が変わったらよろしくな。同じ魚を3匹か、まあ、やっぱそうよね。でも、同じのが釣れるかどうかがいまいちわからんけんさ。こう、虫やったらパッと見でわかるけどね。どうも。ウェイウェイ、どういう調子は？君の魚だったら全部リスペクト価格で買い取るから、じゃんじゃん売ってちょうだい。オリジナルグッズ作る。お、オリジナルグッズ作っちゃう？サンキュー。それじゃあ早速、どの魚の作品を作るか教えてくれる？ちょっと映えないけど、土壌で。土壌を3匹もらうけど、いいかな？お願いします。はい。めっちゃ映しよるやば。ウィーイ、いい土壌、上がる。上がるの。はい、オーダー完了。ところで君も魚好きなの？俺の魚好きってさ、明らかにダディの影響なんだよね。物心がつかない頃から、しょっちゅう釣りに連れてかれたもんだよ。
とは言っても俺んだに釣りが大好きなのに釣りの才能はゼロで、もっぱら食べるの専門なんだ。あ、息子なんや。魚政さんの息子？なるほどね。まあ、そこは俺もきっちりと受け継いちゃってるけどね。血は争えないってやつ？二人はどうしてるかって？今でも暇さえあれば釣りに出かけてるか、数えきれないほどのルアーのコレクションをニヤニヤしながら眺めてるんじゃないかな。そういう趣味もあったんや。じゃあ作品はでき次第郵送するから、楽しみに待っててね。了解。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回は、ちょっとね、久々に島に渡っていきたいと思います。よし、出発。多分今までの島とは違うはず。多分違う。多分ばっかりやけど。どうしようかな、釣りでもしよっか。あ、それはちょっと来ないな。さあ来い。なんか若干空明るいね。てか若干空がちょっと、なんていうん？赤と青みたいな光が。来い。お？はい、来たー。また卵。マジか。やっぱ時間帯によってね。出る虫と、出ん虫と、おるやろうし。なんかすぐ逃げそう。ちょいと待ってね。はっ！よし、来たー。いやー、気持ち悪い。ん？これは？人面カメムシを捕まえた。人の顔にしか見えない。人面カメムシなんだ、それ。てか思うんやけどさ、もうててーんみたいな感じで、正面に向けるのをやめていただきたいよね。あのちっこいやつは何やろ？あれはきっと卵じゃないはず。なんか海の中に岩みたいなのあるよね。来い。はい、来たー。あ、タツノオトシゴや。よし、これ前ね、ジャスティンに渡してしまったけん、ちょっと今回は寄贈をしようと思う。博物館はあれよね。24時間空いとったよね、確か。よ。またやん。なんかこの島めっちゃ卵出てくる。超卵出てくる。なんか最近金鉱石が全然出てこんのよね。よいしょ。無人島は一体何種類あるんだろうか。よし。帰ります。その辺に、びっくりしたー。もうやめてや、びっくりさせるの。やっほー。こんばんは、まさしく。世間話でも。晴れた空は気持ちがいいね、まさしく。まさしくっていう口癖、他にも誰かおらんかったっけ？気のせい？気のせいかな。そんな何人もおらんか、そんな口癖。季節関係あるんかな、ヤドカリって。ヤドカリが最近全く見当たらなくって、網を作った後から全く見かけになったんよね。それまでめちゃくちゃ出よったんやけど、案内所は24時間いつでも行けるんかな。お、くるぶし。結構みんな遅くまで。待って、ガー取りたい、ガー。ちょっと待って、ガー捕まえてから来るね、また。ガー捕まえてからはいいんやけど、大丈夫か。網はちゃんとあるね。よし。か。オッケー。ん、これは、ガを捕まえちゃった。怖くない、怖くない。なんか、蝶々と同じような感じやのに、なんであんなに気持ち悪いんやろ、願って。やっぱ、色味的なものかな。はい、ふうたくん、寄贈に来たよ。おほ、お手伝いできることがあれば、なんなりとおっしゃってください。寄贈します。ほう、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか？ワクワク。はい、人面カメムシとカメムシが、あれ？タツノオトシゴはもう寄贈してる？わ、まとめてお待ちくださったんですね。はい。ではありがたく収めさせていただきます。あ、わざわざとお手伝いいただかなくて結構ですよ。こちらで勝手に引き取りますので。他に何かお手伝いできることはございますでしょうか？
タツノオトシゴできんかったよね。ああ。じゃあもうとっくに寄贈してるってことか。なるほどね。はい、オッケーです。じゃあタツノオトシゴは売るということで。多分もうお店は閉まっとると思うよね。お店、お店。ほら、閉まっとるやろ、多分。たぬき商店営業時間朝8時から夜10時。あとエイブルシスターズも多分、同じな気がする。ほら、朝、あ、夜9時、エイブルシスターズの方が早く閉まるんやね。なるほど。じゃあちょっとここに入れとくか。お店の買い取りボックスだ。何か売ろうかな。ここ結構さ、一個一個こう、合計で足していってくれるけん。なんか、ね、いい感じなんよね。一回400ベルもするんや。ほら、今いくらかみたいなのが、きっちりわかるけん。結構楽しいんよね。え、何個あるのこれ。え、どういう状態？え、どういうことどういうこと？あ、びっくりした。何しよう、私何回も。選べてないんかと思った一瞬。で、タツノオトシゴ。これぐらいかな？え、すごい！え、この5つで2496もいくん。結構やん。はい。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。